皆さんこんにちは。席にはちゃんとつけたかい？椅子が小さかったら言ってくれ。特に和田健と野口は気をつけないと簡単に潰れてしまうぞ。常広、ネクタイはちゃんと締められてるか？初音、確認してあげてくれ。おっと、竹勝、素敵な女性が勢揃いだが、キョロキョロしてないで、今はこっちに集中してくれ。後でたくさん話せるぞ。ここで開演前のお願い。お酒は新郎新婦が引くほど飲んでください。写真と動画は容量がなくなるまで撮ってください。喫煙とお手洗いは指定の場所でお願いします。もしも周りに盛り上がっていない人がいた場合、その場で一発芸、または100万円以上の追加祝い金が発生いたします。もし新婦を気に入っても気軽な気持ちで強奪しないでください。新郎かっこいいかも。透明だとね、本当だ、残念などと言って新郎をいじめる行為はしないでください。さあ、楽しむ準備ができたところで、2020年4月25日幸せあふれる披露宴が今開かれる。誰もが幸せを求めて生き続ける。一人の女は26年、神父優香、動物が大好き。どんな動物も大好き。でも虫だけは勘弁して。一人の男は36年、新郎龍二、食べるのが大好き。最近は神父と一緒に食べまくり、周囲には幸せ太りと言い訳している。本日は思う存分食べて飲んで泣いて笑って楽しんでください。さて、本日のスケジュールのご案内の前に、まずは受付を心よく引き受けてくれた親愛なる友人、花沢様、須藤様、なっちゃん、よっすい、ご協力いただき誠にありがとうございます。本日のスケジュール、新郎新婦入場。きっと二人は緊張で笑顔が引きつっているはず。大いにいじってください。そしてグランドフィナーレ、今日集まってくれたメンバーは本当に最高のメンバーだ。さあ、最後に待っているのは感動のフィナ。おっと、大変だ。喋っていたらもうこんな時間だ。二人がもうそこまで来ている。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは新郎龍二と新婦優香の披露宴を始めさせていただきます。